んにちは、ゼキザップです。本日は10月23日日曜日なんですが、ついに北関東で株ミーティングですね、株主総会が開催されます。北関東株主総会の第1回目ということで、いやすごい楽しみですね。こういった株ミーティング出るのが初めてなんで、なんかもうねワクワクしています。いろんなねカスタム車両が見れるのかなっていうのがねすごい楽しみです。で、いつもと違ってもうねお昼過ぎた時間に乗っているわけですけど、今回さすがにね朝早く起きることができませんでした。ちょっと前日に自分470キロツーリング、秋のね紅葉を見るためにやっていて、その影響でぐっすり寝ちゃいましたね。ということでね、ちょっと時刻は遅いんですが、3時までやってるみたいなんで、向かいたいと思います。ただその前にもうガソリンがほぼ空になってるんで一回給油します。さすがに前日のツーリングがだいぶ時間を押していたっていうのと、あとは動画編集とかいろいろ忙しくってガソリン入れる余裕がなかったですね。さあガソリンも満タンになったんで、いつもの田んぼ道を突っ切って大浦町のシンボルタワーまで行きます。そこの北側でね、やってるみたいなんで、今回ねそういった会場をちゃんと手配して、やってくれる主催者の方と、あとはね運営のスタッフの方にはすごい感謝ですね。午前中は自分買い物とかやってたわけですけど、その時にインスタのストーリーとか見ながら、フォロワーさんがね、株ミーティングの様子をお伝えしてくれてるんですけど、いやなんかすごい台数が集まってて、なんか第1回目なのにこんなに集まるのかってびっくりしましたね。こういう風に地元で開催される株ミーティングでたくさんの株が集まるというのを考えると、奈良株ミーティングとか、有名なところってよほどでかいんだろうなっていうね、ああいうところもね一回行ってみたいですよね。さあそれではシンボルタワー見えましたね。ここら辺もね冬になったらたくさんツーリングするんですが、ついついね春夏秋とねどうしても群馬を離れてしまってしばらく来てなかったですね。今年の冬もねこの辺りうろちょろしてるんで、もし見かけたらね声かけてください。多分たたら沼でぼーっとしながらコーヒーでも飲んでるかと思います。でこちら左側が会場ですね。じゃあ左折しますが、ちょっと違かったか、さっきの手前の方だったか。はい、ということでこちらを右折して、あれこれはやっちまったかな、ちょっとさすがに来るのが遅すぎたかな、遅すぎましたが視聴者さんが待っててくれてるおかげで絵にはなりそうですね。こんにちは。お疲れ。どんどん減ってっちゃって、私来た時はまだ前列ビヨーついたんだけど。あ、そうなんですか。ピークで300台ぐらいいましたね。ああ。行っちゃったんです。お疲れ様です。ポテジーです。さあこちらポテジーさんの赤株ですね。C125 綺麗ですよね。そして自分のステッカーもバッチリと貼ってもらってます。ありがとうございます。そしてところどころ変わった株もいますが、これはインスタのフォロワーさんのちゃんみつさんですね。自分で溶接したんですか。溶接して作りましたね。すごい、これこだわりが多いですね。溶接の後はパティ入れて固定処理したんですよ。こんなパンパンに入れてる人初めて見ましたよ。落ちますよ。型崩れしないように。あ、そう、箱入れてるんですよね。見ますか。なるほど。なんか布のやつって型崩れするじゃないですか、で100円で A4 サイズのファイル入れをこれ入れてちゃんとここにしてるんですよね。ああいいっすね。あ、いいですか。このアイデアを使います。はい、ということでハンターカボン並べてみましたが、さあここからどれだけ集まるか。徐々に集まってきましたね。もうちょい欲しいですね。これだけいればだいぶ絵になるんじゃないですかね。午前中の方はたくさんダイソーいましたが、多分こういう風に並べられなかったのかなっていう予想です。いやこうやってね並ぶとハンターカブねすごい迫力がありますね。ちょっと自分のハンターカブが一番汚いですね。ちょっと走りすぎましたかね。はい、という感じでちょっとあっさりですが、ハンターカブ並べて写真撮れて、あとはカスタムの参考になったんでその辺が勉強になりましたね。あのねサイドバックに型崩れしないようにするっていうのは、いや自分にはなかった遊なんですごい良かったです。ということで、第2回がね春の方にあるみたいなんで、その時にはね多くの方に会いたいと思います。ということでちょっとね駆け足になりましたが、急いでオート販売の方に向かってます。今日このまま後輩がねライディングスクールの予約に来るんで、そこに合わせるはずが、ちょっとね自分がいろいろと遅すぎましたね。ということで田んぼ突っ切っていきます。はい、ということでこちら群銀を左折してそのままオート販売に行きます。
あとはちょうどね、店長に見せたいものがあるんで、まあ、その辺も持ってきてるんで、なんかいろいろと楽しみですね。はい、ということで裏側が太田販売の駐車場ですね。うん、あ、後輩の車もありますね。じゃあ中入っていろいろと打ち合わせをしたいと思います。こんにちは。こんにちは。あ、どうもいらっしゃいませ。こんにちは。お世話になります。お待たせ。はい、大海くんが待ってた。コーヒーいただいて。そしてダックスの新色が。新色。ああ昨日さ、できたんさ。はい。あ、なんかステッカーが終わったみたいで。ステッカー終わったのもあるんだけどさ。はい、うちのお客さんが奥田さんに行ってきたんだよ。もしかして黄色いヘルメットの人見た？って言ったら、あ、やっぱりそうだったんですか。やっぱりそうだったんですか。だからすれ違ったらしい。あ、いや、店長のリアクションが大きくて面白いんですよね。いや、飽きませんね。もしかして。あ、確かに忍者いましたね。で、ステッカーが無事に今回配布が終了したということで。そうなんです、うん、遠くは新潟、千葉。すごかったね、新潟が。まさかそんなに遠くから来るとは思わなかったですね。ほんと、もうそんな遠くから全部なくなっちゃったんで、うん、すいません。まさか終わるとは思わなかったっていう。何枚置いといたんですか？70枚だね。70。無料だね。そうですね、無料配布。もうね、もう業務がてってこない。通常業務に支障が。まあそんなんだけど、うん、でもみんな本当ありがたいですね。今日は関さんのコース走ってきます。で、そんな中今回は新たなグッズを作って、おっ、うん、もう店長に見てもらおうかな。いや、来ました、これ。群馬といえば、群馬といえば、すげえ、高崎だるま。しかもちゃんと茂田だるまで作ってもらってるんで、はあ、ぜひ中を見てください。さあさ、こんな感じ。おお、すごい、終わってきた、しげたと。あら、ぜひザップはあえて控えめに、控えめに。で、後ろは交通安全ということで丸安で。おお、すごいな。ちょっと開けていいんですか？どうぞ。これお店に展示しようかな。本当ですか？うん、うわ、普通のだるまよりも表情が柔らかいんですよ。あ、だから可愛い感じの。うーん、手のひらサイズなんで、あれ、ほんと飾っても邪魔にならない。楽しみ、またお土産に。うん、まあさすがに今回はこれは無料でっていうわけにはいかないんで。そうだよね、まあ、来て欲しいっていう方は2000円で販売しますということで。ホンダホタで売ってるってことで。はい、限定販売で。まずいな、これ個数かなりいっぱいないとね。そうですね。ね、たくさんの人が来てもらえれば、またね、あの、繋がっていくんで。はい、ぜひ、はい、お店に置いておきますんで。はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、それでは最後まで動画を見ていただきありがとうございました。まあ、株ミーティングの方はね、ちょっと自分が遅くなりすぎちゃったんで、あんまりね、いろんな株は見れなかったんですが、まあ、フォロワーさんとかね、まあ、視聴者の方と会えてすごい嬉しかったです。まあ、カスタムの参考にもなったんで、ちょっとね、いろいろと勉強したいと思います。で、だるまとかね、その辺については、まあ、動画だとね、だいぶこうレスポンスが悪くなっちゃうんで、まあ、自分のインスタグラムとかツイッターでね、いろいろやり取りできればいいかなと思っております。あと、ホンダオート販売でもね、インスタグラム運営してますんで、まあそういったのをね、フォローしてもらえると、お店の様子とか分かって面白いかもしれません。それでは最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。